ヘザー・モリスはアメリカ合衆国の女優、ダンサーである。テレビドラマ、グリー、グリーのブリトニー・ピアース役で知られている。カリフォルニア州、サウザンド・オークスにて誕生。アリゾナ州、スコッツデールで育つ。わずか1歳の頃からダンスを覚える。幼少期から数多くのダンス大会に出場。高校を卒業後、地元の大学に入学するが馴染めず、19歳の時に、 ロサンゼルスへ引っ越す。2006年にアメリカンダンスアイドルというオーディション番組に出場するが、ファイナル進出にはならず。2007年、ビヨンセのワールドツアーザ・ビヨンセエクスペリエンスのバックダンサーとして採用される。その後も、ビヨンセの他のツアーやテレビ出演の際にも同行。2008年の第50回グラミー賞にてビヨンセとティナ・ターナーのバックダンサーを務める。 2009年には映画ファイアードアップに早くで出演。撮影現場にて振付師のザック・ウッドリーに出会う。その後もウッドリーの関係した仕事に携わり、その一つがグリー、グリー出演者にビヨンセのシングルレディースの振付を教えることであった。ウッドリーの勧めで演技レッスンを受け、3番目のチアリーダー役を探していたスタッフに認められ、 ブリトニー役を獲得。当初はほとんどセリフのない役であったが、彼女の発する一言一言のユーモアのセンスが、脚本家に受けセリフが増え、シーズン2ではメインキャラクターに昇格した。グリー、グリーで、親友サンタナ役のナヤリベラとは、実生活でも親友。14歳の時に父親が高い。父親はスコットランド系。好きな食べ物は若漏れチップス。 アリゾナ在住時は、振付師のブライアン・フリードマンと近所同士だった。2013年、長年の恋人だったテイラー・ハウェルとの間に第一、死の男児を設け、2014年に、婚約、2015年5月に、カリフォルニア州のトパンガで挙式を行った。2016年、第二子の男児を出産。ありがとうございます。